おはようございます。なんとフランスラストの朝となってしまいました。ということで今日はこの朝ごはんラストということで、もう本当に楽しみながら、なんか寂しいような日本食が恋しいような、寂しいような恋しいようなの繰り返しなんですけど、ラスト、はい、がっつりいただいて、今日はですね、なんと PCR 受けないとダメなので、PCR しっかりと受けてですね、日本に戻りたいと思います。これ失敗すると日本に帰れなくて、明日からの、はい、私の仕事が何も、はい、受けれなくなってしまいます。通り、はい、ソーセージ、卵、そして今日はフランスパンいきます。フランスパンいただきます。さあでは今日もどんなご飯があるかこの後ご紹介してですね、ピシャルを買いたいと思います。ちょっとピシャルの受け方なんかも簡単に説明できたらなと思います。ピシャルの受け方なんかも簡単に説明できたらなと思います。これ本当できないと大変なことになります。今日本めちゃめちゃ増えてるみたいなんで、10日間ちょっとぐらいの間で大変なことになっている話聞いてますので、いただきます。今日も素晴らしいご飯の数々です。色とりどり、朝から豪華、こういう感じで今日はフランスパン食べましょうか。チーズもあります。今日のパンもいっぱい、ジャムもいっぱい。この朝ごはんも今日で最後ということで楽しみたいと思います。ラストの朝ごはん、色とりどり、チーズも見て、これパーフェクト。では荷物預かってくれるということなので、ホテルに荷物を預けて PCR 検査いきましょう。まあ歩けない距離はないですけども、ユーロ使ってしまわないとダメなのでタクシーで行っちゃいましょうか。これが月曜日朝のパリの様子です。現在9時ぐらいなんで、9時だとこんな感じです。よいしょ、タクシーが拾えるんでしょうか。もうね、もうパリはタクシーが拾えません。探しましょう。バスも空いてる。これ一通やからこっちは無理ですね。こっちですね。行きます。やっぱりタクシー広げなかったので歩いて頑張っていきましょう。病院まで、検査場まで。ほら見て、あ、これここ赤ついてるし、上にもう乗れませんってことです。もうこればっかりなんですよ。タクシーは意外と多いんですけど、もうほとんど赤。この赤を、赤ばっかりなんで、よいしょ。無事にタクシー乗れましたということで、ここかな、この病院、そこになんか十字架というか、病院のマークあるんで、こちらだと思います。あ、パン屋さんすごい綺麗。かわいいパン屋さん。さあでは予約してるんで行きましょう。さあこちらが病院となっています。 PCR 受けれるのでしょうか。行きましょう。なんとこちらの病院はPCR 検査の結果が明日の午後ということなのでダメです。あれやばいよ、これ PCR の受け方なんかも簡単に説明できたらなと思います。今日の4時の飛行機なんで2時までには空港行きたいからやばい、残り9時10時4時間今日ぐらいしかないんですよ。ちょっと待って、まさかの日本に帰れないパターン。いや、こんなことにやっぱなるんやね。厳しいよ。ちょっと今日中に出そうな病院が
見つかったので、そちらに歩いて向かってます。これはもうやっぱね、土日挟んだ旅なので厳しい。月曜日に戻ると、まあもう、いや、こんなん考えられへんからね。でもね、月曜日に、いや、だからもう国に振り回されるよ、本当に。ちょっと急ぎます。ようやく見つけました。ただね、これ簡易式だとダメということなんですけど、もうこれがダメやったらもうダメです。もうフランスに住むことにします。日本に入れません。めちゃめちゃ難しいっすよ、これ。ほんまに、ようみんなこんなんで帰れるね。とりあえずちょっと聞いてみます。結構並んでるんで。オフィシャルの受け方なんかも簡単に説明できたらなと思います。とりあえず空港に来ました。 PCR 食べまして、受けれないです。まずその日のうちに PCR の結果出ないので、これめっちゃ難しいっす。これね、ほんと調べていかないと結構大変。よくわからない。何が大変かって、月曜日出発だと72時間以内だと、土日病院休みやと、24時間かかったとしたら、火曜日着でしょ。だからめちゃめちゃ難しい。だから今日の夕方発になって、月曜日の夕方発になって、火曜日の夕方着でしょ。っていうことは PCR 受けれるのは、逆算すると日本に着くのが明日火曜日の夕方やから、土曜日に受けてないとダメなんですけど、土曜日の夕方だから土曜日外すでしょ。でこれ日曜、めっちゃ難しいですよ。日曜日は病院やってないから、土曜日ダメ、日曜日ダメの月曜日の日に受けるんですよ。これ月の日って言われると、そもそもこれ帰ってくるのめっちゃ難しいと思うんですよね。だと思います。分からへんも。ちょっとまあ、とりあえずまあ空港で受けてみます。予約してました。一応予約したと思います。フランス語やから何のこっちゃ分からんけど、とりあえずやってみました。進みます。 E に行かないとダメなんで。よいしょ。これってもっと分かりやすく、なんか、もう無理か。頑張りましょう。とりあえず行きます。一応 PCR は受けることができましたけど、なんと4時半の飛行機なんで、検査結果が2時間から4時間なんですよ。今1時間なんで、2時間ぴったりで出れば戻れます。でもし2時間以上かかったらもうアウト。帰るのは1日延びて明日になります。なんなのこれ、もう全然楽しくないねんけど。オフィシャルの受け方なんかも簡単に説明できたらなと思います。何この旅行、すごい大変。もう PCR で本当大変です。めちゃくちゃ最悪です。とりあえず結果待ちましょう。まずは PCR 検査、陰性となりました。陰性です。ネガティブ、陰性となりました。でパスポート検査も通りました、無事に。
ということで、今まで噂にあった空港での PCR 検査できませんよという話でしたけど、できます。これ拡散してください。できます。しっかりと調べればできます。いろんな動画見ましたけど、できないという話の方が進んでます。できます。空港でしっかりとやればできます。で、検査結果約30分ほどで出ます。で、しっかりと、お医者さん在中されてまして書いてくれます。非常に大事なことです。できます。病院に行かすのもできますんで、しっかりとこの辺、頭に入れてもらえればなんとか出国できそうな雰囲気です。まだわかりません、まだわかりませんよ。今のところできそうな雰囲気となってます。行きましょう。無事にセキュリティもかいくぐることができました。ということで、結果、今のところの結果、空港で PCR 検査できます。できないという情報が流れていますが、できます。ただし相当準備が必要なような気がします。僕はもう30分前にようやく通れたという状況ですから、非常に厳しい形状況ですが、なんとかかいくぐることができました。こんなことが世の中であっていいのでしょうか。素晴らしい体験です。さあ、カタール航空、世界ナンバーワンとも言われているカタール航空、なんとか無事に乗れそうです。行きましょう。ありがとうございます。まずはドーハへ。 Let's say travel ドーハ。今回はなんと2階席です。なので全然人いない。いいですね、これやと。なんかゆったりできそう。しかも一番後ろなんで倒せます、気にせず。さあ、ではまずは6時間寝ましょう。まず一発目の食事はチキンしかなかったです。ということでチキンにしました。で、飲み物はバードワイザービールです。まあ、チキンなんかちょっと美味しいのか美味しくないのかわからないですけど、いただきます。美味しそうか、文句言ったらダメです。でもさ、前の人全倒しなんで、めちゃめちゃ食べづらいね。こういう場合どうするんですか、みんな。っていうか、親、隣、家族なんですよ。隣、子供なんですけど、子供はそんなにしてなくて、親が全倒しって、どういう教育？無事にドーハには着きました。そら眠い中年、ドーハ到着です。トランジットは4時間弱、3時間ぐらいかな、帰りは、ということなので、ちょっとスタバで休憩しましょう。さあ、無事にカタールドーハに到着しました。非常に慎重に動画を撮らないと、前回拘束されたんで 4,5 人の警察に絡まれて犯罪者に仕立てられる可能性がありました。本当に厳しい国ですから、簡単に犯罪者にされます。気をつけないと。ということで、どうしようかな。まだちょっとね、乗り場も決まってないので、ちょっとゆったりとお茶でもしながら、現地時間11時45分ぐらいです。夜のですよ。なので、あ、ちょっともう、でもちょっと動画切らないとね、いろいろと本当にやばいやつらいるんで、軍隊とかね、警察とか本当速攻絡んできますからね。皆さん気をつけてくださいね。さあ、ではスタバか何かどっか行きましょう。再びこのクマさんに出会うことになりました。これは撮っていいんでしょ。皆さん本当にワールドカップありますからね、こういう風な形で日本の方も来られると思いますけど、本当に不当逮捕だけは気をつけてください。私も囲まれましたからね。で、
撮ったあかんとこで撮ったみたいで、すぐ消せって言われました。よくわからないですので、携帯は取り上げられてないか、パスポートとチケットを取り上げられたんかなということで、ここの人気のあるこの熊さんは撮っていいでしょう、撮ってますから周り。まさかここでまた私だけ逮捕されるわけにならないでしょう。拘束されたら大変ですね。この意味が僕はあんま熊さんの意味が分かってないですけど、でかいですよ。いいんじゃないですか。さあ行きましょう。とりあえず一旦スタバがいっぱいだったんで、こちらで休憩します。カタールドルで払ってます。よくわからないですけど、多分めちゃめちゃ高いと思います。後でレシート見てチェックしときます。とりあえず3時間弱ぐらいあるので、ゆったりとしながら疲れとります。足パンパン、むくんでパンパンです。ここからさらに11時間ぐらい頑張ります。搭乗口が D-24 ということで決定しました。ということで向かいましょう。ここからがまた12時間ぐらいという長丁場です。これすごい人、現地時間12時、待って1時ぐらいですよ今、はあ、夜中の1時で AM1 時でこの人だかり。どんな空港、日本着が現地時間日本時間の18時半ぐらいだったかなという形となっています。はい、最後に今回の旅費発表しておきます。テロップで入れときます。10日間行ってて、ホテル四つ星、カタール空港航空使ってます。よいしょ、いよいよ体力の限界です。頑張りましょう。さあもう少しです。では次回、次は成田空港で、はい、動画流します。頑張ります。すごいなんか綺麗なおしゃれなモニュメントがあります。なんか電車で来れたんじゃないかというイメージなんですけど、ほらこの電車みたいなやつ、これ絶対使えたはず。歩いてきてしまった、残念。頑張って歩いてきた。遠い、広い。とりあえず降ります。さあ今回はバスでの移動になります。階段上がっていきましょう。またでっかい飛行機ですよ。そしてまず最初の食事はカレー、タイカレーにしました。ビールはキリンです。ちょっとなんかパッケージというか、はい、違いますね、キリンさんのケージが。ようやく、はい、日本のビールが飲めます。さあではいただきます。そしてラストの食事が来ました。ビーフのマッシュポテトにしました。ちょっとお酒はもうやめるということで、ペプシコーラということになりました。さあいよいよ残り1時間半2時間弱、今ソウルの上を飛んでいるので、韓国の上ですね。もうすぐ日本到着となります。もう足がパンパンです。むくんでパンパンです。長い旅もそろそろ終わりとなります。成田空港へ向けて着々と進んでいます。無事に帰れます。そして無事に入れますでしょうか。まだまだ PCR 検査の結果が正しいかどうかというのはまだわからない状況です。
初めて日本に入国できて正しかったとなります。ただしこれがもし本当に正しければとんでもないとんでもない結果となることでしょう。さあもう少しでその結果が分かります。数々の、ネットの内容を見てみると、空港での PCR はできないという判断だったんですけど、奇跡の結果がもしかしたら待っているかもしれません。さあ行きましょう。とりあえず無事に入国はできました。もう最後の最後まで大変。いや本当ありがとうございました。まあ、フランス旅行自体は楽しいんですけど、やっぱこのねコロナ期間中ということもあって入国とか特に本当日本への入国があって、ね、地獄です。はい、ということでまあでも無事に入国できました。ちょっと細かい話は本当にめっちゃゆっくりしたい。ちょっと考えます。何かでけどね、なんでこんなのみんな簡単に入ってるんやろう。会社の行き方なんかも簡単にできたらなと思います。不思議でしょうがない人は。はい、ということでまたゆっくり次回の動画でお会いしましょう。私も帰ってお風呂に入りたい。はい、浸かりたいですということです。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。